今日も良い天気ですね。そういえば今日は2月14日でしたっけ。2月14日は何があるんでしたっけ。いけない、すっかり忘れていました。そう、今日は2月4日、バレンタインデーの日でした。しかも令和に入ってから初のバレンタインデー。世の女の子は男の子にチョコを渡してハートをつかむロマンチックなイベントですね。去年はマリサにチョコを渡しましたが、今年も作って渡したいと思います。と、そうとなれば早速作らないとねー。はぁ、よかったです。無事に買うことができました。これで美味しいチョコを作ってマリサへプレゼント。はい、完璧ですね。ふっふ、今年のチョコはもっと美味しくなるように作ります。そしてマリサのほっぺたが落ちるほどの美味しいチョコを作ればハッピーです。ふっふ、今から楽しみです。あ、ヨウムさんこんにちは。今日はバレンタインデーですね。ヨウムさんもバレンタインデーチョコを誰かに渡すんでしょうか。こんにちは。はい、私もお世話になっている人たちに渡そうと思っているんです。もちろんアリスさんにも直々お世話になりましたから、アリスさんにも渡したいと思っています。あら、そうなんですね。私にもチョコをくれるんですね。嬉しいです。ヨウムさん、よければ私と一緒にチョコを作ったりしませんか。ありがとうございます。一緒に作りたいのは山々ですが、私事で時間が取れなくて。なのでまた来年の時にお願いできますか。そうなんですね、わかりました。来年のバレンタインデーの日に一緒に作りましょうか。あ、メディスンさんこんにちは。アリスさんこんにちは。今日も良い天気で良かったですね。最近降水確率が高くてなかなか晴れてませんでしたね。私も無名のおかげただ晴れるのを待っている生活をしていましたよ。アリスさんの方も大丈夫でしたか。はい、私はとっても元気ですよ。それに今日はバレンタインデーなのでウキウキです。メディスンさんも誰かにチョコを渡したりしますか。でもまだ肝心の渡す人が決まってないんですよ。今考えている最中でした。アリスさんはもしかしてマリサさんにチョコを渡するんでしょうか。昨年もそうでしたよね。はい、マリサに渡すつもりです。メディスンさんもよければマリサにチョコを渡しませんか。でも私なんかには、それにあまり接した機会が少なくて。そんなことないですよ。マリサさんもちゃんとメディスンさんのことも知っていますよ。チョコを渡してあげれば喜んでくれますよ。アリスさんがそうおっしゃるなら渡してみますよ。あ、あれ、何か忘れているようなものがありましたっけ。何でしたっけ。あ、財布です。財布、よく見たら私の財布がなくなっています。どうして、どこかで落としてしまったのでしょうか。まさか、こんな日に落とし物をしているなんて。いつもならちゃんと確認をマメにしている口ですが、今日に限ってしっかり確認していなかったみたいです。あ、このままじゃ気分が損してしまいます。とりあえず、来た道を戻ってみます。ないですね。この感じでは私の財布は見つからないんでしょうか。それか交番に届いているかも。駅前に行ってみます。交番にも届いていませんでした。私の財布、一体どこで落としてしまったのでしょうか。せっかくのバレンタインデーの日にこんなことをしでかしてしまうだなんて。あ、この先なんとかしていかないと、ほんと今の財布みたいなことになってしまうんでしょう。このまま悩んでいるうちに日が暮れて、2月14日は過ぎ去っていっちゃうんでしょう。あ、私は本当に惨めでした。ねえ、これあなたの落とし物かしら。え、落とし物、私の。あら、なんだ、アリスじゃないの。もしかしてこれアリスが落としたもの。あ、それです。それは私の財布です。やっぱり歩いていた時に落としたのね。ま、無事見つかってよかったね。私が拾ってなかったら盗まれていたかもしれないわ。最近は交番に届けず盗んでしまう不届き者が多くて、落とし物には細心の注意を払う必要があるんだよね。だからアリスもまた落とさないように注意した方がいいよ。小石さん。なに？小石さんのことが好きになりました。はちょっとアリス、今私に好きって言ってないよね。聞き間違いかな。ねえアリス、そうだよね。いいえ、聞き間違いなんかじゃありませんよ。私の財布を私の元へ届けてくれたその親切さ、小石さんの人生にバラを咲かせる素敵なもの。私は小石さんに恋をしています。過去の動画にそんな事例がないんだけど。小石さん、私と仲良くしてください。お願いします。あんじゃー、これは付き合いと言っているもんだよ。もはやアリスはアリスではなくなったんだ。もうアリスはアリスに戻らないんだろう。これもバレンタインデーの日に起きた奇妙な展開。どうしてこうなった。小石さん、今日
らは私の家で暮らしてくださいね。ちょっと、アリス、これはどういうことなの？私を出さないってどういうことなの？私を好きになってもらうのは良いのだけど、暮らすまではないでしょ。今の私は本気で小石さんが好きなのです。今日が終わる前に最高のバレンタインデーチョコを小石さんに渡すためですもの。ちょっと、アリス、バレンタインデーチョコは女の子じゃなくて男の子に渡すものよ。女の子に渡しても別になんともないけど、普通は男の子に渡すのが当たり前になっているのよ。そんなのは別に良いですよ。私は全身を込めてバレンタインデーチョコを作りたいと思います。なので小石さんが逃げてしまわないようにこの部屋を臨時監禁しますね。臨時監禁って何よ。って、なんで監禁なんかするの。私は別に逃げたりしないわよ。そう言って、私がいなくなると逃げようと考えている魂胆なんでしょ。今の私からは小石さんを手出しでも逃がすわけにはいきません。デハチョコができるまでちょこっとお待ちくださいねー。うん。くっそー。まさかアリスに監禁されるとは夢にも思わなかったわ。もしかして今日の動画、カレーより食べたいチョコ、じゃなくて、チョコより食べたい恋人、という皮をかぶった動画なんじゃ。監禁と聞くとヤンデレを思い浮かぶし、それにアリスは本当に私が好きなのか、好きなんて適当に言って毒が混ざったチョコを作っているんじゃないの。そもそも逃げもしないのに監禁するってことは尋常じゃないチョコを作って私に食べさせようと思っているわ。私の妄想が徐々に確信に変わってきているのも、シークバーを動かさない限りは間違いないだろう。どうしよう。このままじゃアリスが今作っているチョコが本当に毒入りなのかもしれないわ。この流れ、去年の動画と何か酷似しているかも。ともかくとも、ここから脱出しないとアリスに毒入りバレンタインデーチョコを食わされる攻め句を受けてしまう。扉よ、開け、開けてごま、ヒイラギ、スイカ割りだよ、夏じゃないのよ、ばっかやろうの夏休みと冬休み。ダメだー。もうおしまいだー。私はこのまま毒入りバレンタインデーチョコを食わされてしまう運命なんだ。うつ主はとんでもない企画を持ってきたんだ。これは拷問。今日の動画拷問。私をいたぶるために用意したのかのようなこの仕打ち。もう身も心もズタボロ。人生に一度の最悪な出来事はまさにこれなのね。私は駅地獄を味わうのがバレンタインデーなのね。小石さん、できましたよー。ふふふ、小石さん待った？おいしいおいしいバレンタインデーチョコが出来上がりましたよ。く、じゃあ、お召し上がれー。うん。この見た目で毒入りか判断することはできないわ。でもこれを食べず自前にしてもアリスが無理やり食べさせてくるかもしれない。私は絶望の淵にいるのかしら。小石さん、どうしました？食べないんですか？バレンタインデーチョコ。いやー。その、ね、わざわざ私のために作ってくれてありがとうね。でもこのまま食べるのもあれだし、家に持って帰って食べるよ。その方がバレンタインデーらしいし。家に帰る？私、言いましたよね。小石さんはここで暮らすって。なので帰らずここで食べてくださいよ。それに、持って帰って食べる。ってことはここで食べるっていう意味ですよね。ねえ。え？え？そういうことで？とまあ、わけのわからないことは置いといて召し上がってください。じゃないとバレンタインデーが終わってしまいますので。さあ、早く。ねえ、アリス、念のために聞くけど、このチョコに毒とか変なものを入れて。ないよね、アリスって魔法とか使って調理するって聞いているけど、このチョコではそんなことしてないよね。私がそんな怪しい料理なんて作るわけないですよ。そのチョコは隠し味に蜂蜜を使って、シロップを大量に使用して作りました。毒などそんなものは入れるわけがありませんよ。そうなのね。じゃあわかった。食べるわ。え？どうです？お味は？おいしい。おいしい。このチョコマジでおいしい。まさかこんなにおいしいチョコがあったなんて、超絶とも言えるぐらいのおいしいチョコだわ。めっちゃありま
割れて作った甲斐がありました。これも全部財布を拾ってくれた小石さんちの私からのバレンタインデーです。6年生探してごめんね。またかいつか作る。